します。三つ国トレットです。今日はモンキー125、自分の愛車のこのオイル交換とチェーン交換をしていこうと思ってます。オイル交換の方もいろいろやり方はあるんですけれども、だいたい皆さん短期運転をしてからオイル交換をするっていうやり方なんですけれども、今回はちょっと違ったやり方をやっていきたいと思います。モンキーなんですけれども、もう7000キロ近く走ってきたんですけれども、チェーン伸びるのが結構早いんですよね。なのでノンシールチェーン、ノーマルの状態ついてるんですけども、シール入りのチェーンの方に交換していければと思っております。まず普通だったら暖気運転をしてオイルを抜いていくところなんですけれども、今回のやり方はというと、エンジンをかけずにそのままオイル交換をします。そのメリットはというと、オイル交換をしている時に触ってもやけどしない。あとエンジンをかけて回してしまうと、エンジンオイルが回ってしまうので、全部下に溜まってるわけじゃないんですよ。クラッチ、ゴミ、いろんなものがあるんですけども、それを全部排除したい、そういう風にするためにエンジンをかけないでオイル交換をします。普段乗ってる人だとエンジンいつも回してるんで、そのやり方でやってもいけるんですけども、たまにしかバイクを乗ってない人とかには向きかもしれません。まあ自分の場合は、まあ、普段からバイク乗ってるので、そのやり方でやっていきます。よし、行きます。整理、そしてこれ見てほしいです。実はこれ鉄粉なんですね。マグネット式のドレンボルトに変えてるので、エンジンの内部が結構綺麗になるんですね。ゴミをまず取って、ここにあるガスケット、これは必ず毎回交換した方がよろしいです。なぜかというと、オイル漏れの原因になるので使い捨てが良くないです。まだちょっと抜けないね。結構汚れてるね。お、出てきた。出てきてる。まずはパーツクリーナーで。失礼します。ドレンボルト入れます。一応マグネット入りのこのドレンボルトっていうのはアルミ製でできてるので、実はこれあまり締めすぎるとナットの山が崩れてしまうので、あまり締めすぎないようにという注意点があります。そんなに締めません。オイルを入れます。通常メーカー数値だとこれ 0.9 って言われてるんですよ。それはあくまでも暖気運転したりした時の数値であって、エンジンをかけてない場合っていうのはエンジンの中にオイルが回ってないので、そのまま全部下に溜まってるんで、多少多めに入れてやることをお勧めします。これ1リットル 1000ml なので、このまま全部入れちゃいます。これが測らなくていい簡単なやり方なので、そういう風にしてます。はい、一応入れたオイルっていうのはホンダの純正の 10W30 っていう粘土のものになります。メーカー純正だと推奨されているのがこの 10W30 なんで、これをそのまま使ってます。こだわってる人だとね、夏場はやっぱり粘土の高いものを入れて、冬場はエンジンあったかくなりにくいんで、粘度の低いものを入れたりとか、そのまあこだわるんですけど、まあそこまでねこだわる必要もないかなと。今回は普通にメーカーで推奨されている 10W30 のオイルを入れました。オイル交換完了だ。ここでオイルの量をちょっと確かめてみようかなと。オイルの量ここで測れて、まずこれまっすぐな状態にして、そうするとどういう風になってるのかというと、こんな感じです。ちょっとね、エンジンを回して、回すっていうか、ちょっとだけオイルを回してやるようにして、次はね、チェーン交換に行きます。
これね、もう3回ぐらいチェーンの調整をやってるんですけれども、7000キロも乗ってないのにチェーンの伸びが激しいというか、まあ、丈夫なチェーンに交換したいなと思っていたので、今回はこれに交換します。これです。今ついてるチェーンというのは、ノンシールチェーン、まあ、若干弱いというか、こっちのチェーンはシールチェーンっていうので丈夫にできてるチェーンです。力任せ。ちなみにそれは今、これね、チェーンをね、これ自体をちょっとこっちに持ってってテンションをね、緩ませてんだよね。全部あっちに持ってくるの。全部ではなくてもいいんだけど、なるべく交換しやすいように。チェーンが緩みました。実はこのチェーンシール付きであり、しかもカットもしてあるっていうチェーンなんですよ。なのでチェーンをカットする必要がないという画期的なものです。このバイクに合わせてね、チェーンが切ってあるらしい。なんかめっちゃ頑丈そうだわ。これ全然違うもん。なんか太くない？なんか太くね？付属のパーツも付いてます。これでね、からがね、問題なんですよね。これを取ります。ここでチェーンを片方外す。普通ね、チェーン交換する場合ってね、ここも全部ねバラすようなの。だけど、うん、俺がやる、今からやるやり方だとそれないです。ここにね、入れちゃうんだすよ。ドルちゃんね、うん、ここにこれカメラを置いて、これをちょっと倒してほしい、ね、うん、ああタイヤが上がるぐらいにしちゃって、そうで、それでこれをぐーっと、あ、いいわ。やっぱり大丈夫。戻します。それでこれをつなげてね、ここからどうするかというと、買ってきて、やってやるんだ。そうするとどういうことになるのか、古いやつとつなげて引っ張ると、引っ張るとどういうふうになるのか。出てきました。出てきましたが、はい、ここ出てきました。そしてここでチェーンをつなげる。こうすることによってここバラなくていいんですよね。全部一回外すっていう手間、作業がなくなります。
よし、ついてるグリス塗っておきます。この辺ね、よし、これでチェーンのセットは終わりやした。大体ね、このね、チェーンのたるみをね、2センチから5センチぐらいにするっていうのが理想らしいんだわ。なので、それを調整していきます。